こんにちは、わっきです。今日は軽キャン DIY シリーズ、その車の横にサイドオーニング、サイドタープを作っていきます。そのね、車の横にこう、ひさしをつけるっていうことですね。はい、そして今回ご用意したものはこちらにあります。まずはこの日よけ本体ですね。ホームセンターで買ってきました。これね、軽トラックシートって書いてあるんですけども、ちょっとね、ブルーシートじゃあまりにも味気ないんでね。これ UV 加工されてんのかな。 UV のやつもうちょっと高かったのかもしれないなんかね、安かったんですよ。650円ぐらいだったんで、これ買ってきてみました。とりあえず雨と日差しがしのげればいいかなと思って。はい、でこのシートを何で支えるか、こちらのポール、これダイソーで買ってきた突っ張り棒ですね。100円じゃなくて1本200円。そしてこちらフックがついた吸盤ですね。これで止めます。で、あと必要なものはこれですね、ロープ。用意するものはこれだけです。これだけなんですけども、ちょっとだけ加工がしてあります。はい、こちらの突っ張り棒の頭の部分ですね、こうやってね、ニョキニョキってこう外れるんで、内側からボルトを入れてワッシャーとナットで固定しました。まあ、これをね、ハトメに引っ掛けるって感じですね。2本ともこのような加工がしてあります。そしてこのフックのついた吸盤っていうのは、こうお風呂で使うような、これも100均で買ってきたんですけども、この吸盤を車にくっつけてフックでシートを固定するって、そんな感じですね。じゃあ実際にこれ車につけてみましょう。じゃあまずシートを広げて吸盤を固定して、お、これでいいね。でここに貼ってないといけない。 OK。 でもう一個、ああこんな感じで引っかかったね。そしたらこれを伸ばして、同じぐらいの高さまで行けばいいのかな。こういうことだね。ちょっとこぼしといて、もっとピーンと張らなきゃダメだね。あ、しまった。ペグを忘れてしまった。とりあえずペグを忘れちゃったんで、ペットボトルに石を詰めて持ってきました。片っぽを引っ掛けて、軽いな。引っ張られちゃうな。こういうことよね。ピンと張ればいけるんだけどさ、ペグ忘れちゃったの致命傷だね。はい、ということで今日はペグを忘れてしまうという致命的なミスを犯してしまいましたが、まあなんとかこんな感じでサイドオーニング貼ることができました。今ね、こっちの紐手で持ってるんですけれども、まあ、ピンと貼れればこんな感じで日よけ使えるんじゃないですかね。もう一回り大きいシート買ってきてもよかったのかな。今回購入したこのシート、軽トラックシートってやつなんですけども、大きさがね、1.72m×2.32m と、この上のサイズだと普通に売ってるやつは 1.8×2.7 とか 2.7×2.7 とか、そういうサイズがあるかもしれないですね。今長い方、長い辺の方を車にくっつけてやって、これをこう90度回転させて、短い方を車にくっつけて、ビューっとこっちに長くせり出すようにすれば、もうちょっと日よけは作れそうですよね。あとはね、突っ張り棒をハトメどこに引っ掛けるのかっていうのと、その引っ掛けてどっからこのロープで固定するのかと、そういうことをね、いろいろ工夫すれば、ひさしをこう斜めにしたりだとか、この真ん中にポール1本立てて、こう三角屋根みたいな形で貼るようなこともできると思います。そうすればね、ちょっと雨が降ってきても上に水が溜まるようなこともないかもしれないですね。今この張り方だとちょっと水が溜まっちゃうような感じですね。はい、ということで今回ご紹介したのはサイドタープでした。今回ペグ忘れちゃったんで、ちょっと中途半端になっちゃいましたけども、来週キャンプに行くんで、その時にちゃんと持ってってきっちり使いたいと思います。次の軽キャン DIY シリーズ何にするかな、ちょっとまだ考えてないんで、リクエストなどあればコメント欄に書いてください。